部ちゃんは今楽しめる常盤動物園の魅力をご紹介します。実は前回来た時はグランドオープンの前だったので見ることができなかったお猿さんたちがいてちょっと残念だったんですよね。山田さん、今喋ったよね。山田さんですよね。そりゃそうですよねこんにちは。こんにちは。常盤動物園の飼育員の村上と言います。今回は私が常盤動物園の体験できる魅力を中心にご紹介します。村上さんよろしくお願いします。お願いします。今年3月19日にグランドオープンした常盤動物園。アジアの森林ゾーン、中南米の水辺ゾーン、アフリカの丘陵マダガスカルゾーン、山口宇部の自然ゾーンの4つのゾーンで26種およそ160頭の動物たちに出会うことができます。まずはこちらからです。イカダに乗って向こうの島に渡るんですね。はい、あっちの島にいるリスザルに餌やり体験をすることができます。早速行きましょう。体験イベントリスザルアドベンチャーは毎月第2、第4日曜日1日先着16名の方が体験できるイベントなんです。あげていいですか。はい。おーい、かわいい。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。美味しいですか、美味しいですか。来て来て、おいでおいで、おいで。人懐っこい、すっごく可愛いですよ。そして次に体験させてもらったイベントはワオキツネザルコーナーのインテューザワオ。この体験イベントは毎月第1、第3、第5日曜日1日先着32名の方が体験できるイベントです。はあ、もう満足そう。はい、このイベントではこんな風に間近でワオキツネザルが餌を食べているところを見ることができます。で、今しか見れないワオキツネザルがいるんですけど、ちょっと探してみますか。はい、はい、今しか見れない、はい、何でしょう。おー、びっくりした。ここにいます。いた、いた、すぐわかった。ちっちゃい。7月の23日に生まれました。実は常盤動物園では7月くらいからベビーラッシュが続いてまして、いろんな動物の赤ちゃんが生まれてるんです。そうなんですね。はい、ちょっと探しに行ってみますか。行きます、行きます。ちっちゃいのがいるんですけれど、1、2、3匹ですか。1匹見えないんですけど4匹生まれました。おめでとうございます。こんなちっちゃいんですけれど。現在常盤動物園ではカピバラ、フサオマキザルなど10種の赤ちゃんを見ることができます。さらに今回ご紹介した体験イベント以外にもアルパカの餌やりをはじめ、ウサギやモルモットの触れ合い体験、担当飼育員が動物たちの魅力を紹介するガイドコーナーなど、平日でも楽しめる様々なイベントを開催しています。これからの秋の行楽シーズンを魅力満載の常盤動物園でご家族揃って楽しまれてみてはいかがでしょうか。常盤動物園でわからないことがあればお気軽に私たち飼育員にお尋ねください。動物たちの楽しい情報をお教えします。皆様のご来園お待ちしてます。